はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はこの間免税店に行った時にネイチャーリパブリックに寄ったんですけども、その時にこのキスマイムスティントキットがあって、でこれにのネイチャーリパブリックで人気のカラーのムスティントがミニサイズでこう6個入ってるんですけども、めちゃめちゃ可愛いなと思って買っちゃいました。なのでこのキットの中身のいろんなレビューっていうのをしていきたいと思います。では早速見ていきましょうか。レッツゴー。プレゼントとかの参考になったら嬉しいです。それでは一つ目のカラーからつけていきます。まずは軽めのリップを塗ったら、二つ目のレッドムースを塗っていきます。これはビビッドなしっかりとした赤のお色味で、毎日使いというよりは特別な日や少し唇にポイントを置きたい時にぴったりなリップになります。そしてこの色が一番持続力が長くてお化粧直しがあんまりできないかもっていう日におすすめです。次のオレンジムースはザ・ウォームトーンの方におすすめ。この間のオレンジメイクアップにもしっかり登場したこのティントは、オレンジ系やイエロー系のアイシャドウやチークと合わせてメイクしてあげるととっても可愛い色になります。淡めのリップと一緒にグラデーションしてあげてもおすすめです。次にこのブリックレッドムース、このカラーが一番人気のようです。少し大人っぽくて落ち着いている、でも薄すぎずしっかり色がのってくれるレッドリップです。ナイトアウトの時にリップの色をこれに変えて出かけるだけでも雰囲気出ていいかも。 RLBB の色味であるドルチェローズムース、深みがあってくすんだローズのお色はまるでドライローズを思い出させる魅力的な色です。他のはっきりめなリップのベースとして使っても、単独で使っても素敵な一本になります。RLBB2 本目のこちらはシアーローズムース、淡い色味がとっても素敵で唇の血色が悪いけど濃いリップはちょっとという方におすすめ。これもベースとして使っても何のリップにも似合う優れもの。ウォームトーンのリップと合わせるよりはクールトーンにはまりそうなお色味です。RLBB ラストはウォームトーンのリップと合わせてベース使いすると最高に合うモカローズムース。少しブラウンとオレンジがかった淡い色味がベージュ系のチークやシャドウと相性ぴったりなはず。はい、こんな感じのネイチャーリパブリックキスマイムースティントキットのデビューでした。すごく冬に使いやすいカラーばっかりで結構楽しめそうだなって思ったのと、あとその中でも私のお気に入りは10番のドルチェローズムースっていう色が私の一番のお気に入りでした。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バーイ、アンニョン。